レッシャーウェイプロデューサーのしめさばです。明日4月8日メンテナンス後から始まるアップデート情報を紹介します。紹介する内容は開発中のため、実装時には異なる可能性がありますのでご了承ください。明日のアップデートからはラグナブレイク、ナイトオブローズが始まります。ついにメインストーリーの新章ですね。今回のお話の中心となるのは、花園さよ子ことバートリーと、あと以前アンノーンというチャイルドにされてしまった朝霧テレサになります。この二人はメインストーリーのチャプター2で初登場した後に、チャプター4に入ってからもちょいちょい出てきていますね。でこのあたりは YouTube で公開しているストーリーの振り返り動画でも紹介しているので、見てみてください。今回は私の推しのさよ子がね、どんどん不安定になっていく様子が必見ですので、ぜひボイスをオンにして聞いてみてください。そしてもう一人、ミリアムっていうエクソシストが以前登場したと思うんですけど、転生したアラカンを追ってくる形でまた登場します。そして今回のボスがこのミリアムになります。行きましょう。一つくらいはあるでしょ？あなたの希望となる何かが、そもそも愚か者には運がないのです。まあ、パッと見美人で包容力があって優しいように見えるんですけど、中身は結構ヤンキーなところがあったりする女性ですね。まあいろいろな過去を抱えてエクソシストをやっているような方です。まずはボスのスキルを見ていきましょう。ボスのスキルはこんな感じです。スキルゲージのチャージ量を減少させてくる上に、スキルダメージ防御を増加するバフを使って、ボス自身が受けるダメージを減らそうとしてきます。なので、今回攻撃型なんで防御が手薄だって思っていると、もしかしたら硬く感じるかもしれません。さらにですね、全体に踊る刃を使って、じわじわこちらの体力を削ってきます。ドライブでも強打というデバフを使ってきますので、デバフ対策をしっかりしておきましょう。もう一つ、リーダーバフにスキルゲージ追加無効っていう新スキルを持っています。なので、後で紹介する新チャイルドのテレサが持っているスキルゲージフルチャージだったり、あとは非属性のルサルカが持ってるスキルゲージチャージ量の増加などを使用するといいかもしれません。次に獲得できる方のミリアムのスキルがこちらになります。非属性の攻撃型で、ノーマルには対象のデバフ数に比例した持続ダメージを与える侵食を持っています。リーダーバフで持続ダメージをアップできるので、持続ダメージが得意なスキル構成になってます。スライドもデバフの数に比例したダメージを与えるので、まあ、デバフをよく使う妨害型とかとも相性が良さそうですね。報酬として獲得できるコスチュームはこちらになります。そもそも、愚か者には運がないのです。私は地獄に向かう旅人。哀れな旅人の宿はこちらですか？はい、まあ完全にもう SM 的なあれに見えるんですけど、まあ、神に仕える職業の人なので、一応こう、代理で天罰を与える的なやつだと思うんですけどね、多分。そしてこれに対抗するのが誓いの騎士テレサです。あなたのためです。信じてください。まさに姫を守る騎士って感じですね。スキルはこんな感じになってます。非属性の補助型になりますね。スライドの弱点スキル最終ダメージアップの数値が、まあ、強化後だと比較的高い数値になるので、まあ、今回メインに編成する補助型として選択すると、まあ、ダメージの底上げにしっかり貢献してくれるかなと思います。ドライブでは非属性が対象なんですけど、まあ、バフの数に応じて攻撃力が上がる応援も付与できるので、今回のような非属性がボスのレイドだったら今後も活躍できそうですね。さらに今回はバートリーの追加コスチュームも登場します。それがこちらです。貴様が俺を見捨てなければ、灰になって消える瞬間まで守ってやるぜ。待てよ、逃げるのか？こちらは貴族性妨害型のバートリーに使用できるコスチュームで、獲得はランフェイショップで優勝販売のみとなるんですけども、まあ興味のある方はぜひチェックしてみてください。最後にソウルカルタを紹介していきます。
まずはソウルカルタ待っててさよこです。こちら今回のレイドで便利な性能になっていて、召喚刀ショップに追加されます。そしてもう一枚、ソウルカルタベスのお花見です。こちらはサイコロイベントをやるんですけど、サイコロイベントの周回報酬で獲得可能です。今回のアップデート情報は以上となります。明日のアップデートをお楽しみに。はい、姫様雑談コーナーです。私もデスチャのプロジェクトに合流する前からスマホゲームの運営の仕事をしてたんで、エイプリルフールも毎年いろいろ見たりやったりしてきたんですけども、やっぱりネタ出しがいつもすごい大変なんですよね。まあみんな当然期待してるし、まあ去年までに使われたネタ、まあ他社さんとかも含めては避けないとつまんないし、まあチームみんなで考えて案を出すんですけど、まあ考えれば考えるほどそれが面白いかどうかわかんなくなってくるんですよね。で、韓国版はなんかやるんですかって聞いたんですけど、まあ韓国自体、なんか日本みたいにエイプリルフールを大々的に盛り上げるような感じじゃないみたいで、まあ、この1日だけのために、4月1日だけのためにいろんな企業が、まあバカなことをやるのは、まあ、日本特有なのかなとかって思いつつ、まあ、結局自分たちが用意した内容も、楽しんでもらえるか不安なまま当日を迎えたんですけど、まあ、楽しんでいただけたら幸いです。このために、まあ、企画書とか台本用意してセメレーのボイスを収録したりもしたので、あとは、まあ、某止まるんじゃねえぞみたいなポーズで倒れてみて、あとシャツも似たような色を使ってみたりしたんですけどね。まあ実際元ネタの方はジャケットなのでシャツじゃないので、まあ気づいた方がいるかはちょっとわからないんですけど、 1000RT 失敗バージョンももちろん作ってあったので、せっかくなのでご覧ください。皆様、神殿黄泉の花だな。これは私がいただいていくわね。どうしてもこの黄泉の花が欲しいのなら、リツイート数が1000以上いったらあなたたちに譲ってあげるわ。まあせいぜい頑張ってね。これは黄泉の花の一かけら。これでなんとか姫様蘇ってくれ、姫様。ああああ、リツイート数は届きませんでしたが、奇跡的に生き返ることができました。せっかくエイプリルフールでプレゼント何もなしっていうのも悲しいので、クリスタルを皆さんにプレゼントしようと思います。この後更新するブログをチェックしてみてください。これからもデスチャをよろしくお願いします。はい、こんな感じでした。楽しんでいただけたなら幸いでございます。それでは今回のアップでも楽しんでいただければ幸いです。報酬とかデビルパスも受け取り忘れずに。それではまた。